苦しい国民から、さらに税金を取って、岸田総理は何をしたいんですかね。以上です。何をしたいか、また次、総理大臣続けたいと思ってると思います。はい。何をしたいかとかっていうことはあんまり考えてない。というか、おそらく現状が伝わってないんだと思いますね。岸田さん結構、話してわからない相手ではないと思うんですよ。でも、あの人にちゃんと情報が届いてないっていうか、ある意味でね、ちゃんといろんな情報が届かないような仕組みになってる可能性があるなとは思います。ただし、岸田政権になってからも人々の生活が苦しむようなことの政策はいくつか取られているので、褒められたものではないです。岸田総理が何を考えているかっつったら、次、また自分が総裁選で勝って総理になること、これ以外ないと思います。あとはおまけみたいなもんですね。だからそういう人はやめてもらうしかないんですよ。で、これは、じゃあ自民党の中では誰がいいですかっていう質問は、もうありえないです。考えてくださいよ。だって、30年経済が停滞してるんですよ。で、格差が広がって貧困ももう、国民の6.5人に貧困なんですよ。高齢者5人に1人貧困なんですよ。一人暮らし女性4人に1人貧困なんですよ。一人親世帯2つに1つが貧困なんですよ。これを作ったのは誰ですかって言ったら政治家ですよ。じゃあその政治家の中で一番政権を握り続けてきた政党どこですかって言ったら自民党になっちゃうんです。民主党っていうのもあったけど、2、3年程度でしょ。それが終わった後にも10年以上の時が流れてるわけだから、そこで回復できない、リカバーできないんだったら、どうしようもないですね。自民党、かなり大きな罪を背負ってる。そう考えたら、自民党の中でよりマシな人っていう発想は、もう頭の中から消してほしいんです。この国を壊してきた、ある意味での戦犯の一人っていうのが自民党なんですよ。全員です。ここを入れ替えていくぐらいの気持ちを、ぜひこの国のオーナー、この国の最高権力者の皆さんに持っていただきたいという思いです。はい、ありがとうございます。さあ、次の方どうぞ。それこそ投票率が50%しかない今の日本の状況で、ぜひネット投票を推奨していただきたいと思います。ありがとうございます。投票率上げるためにどうしたらいいかっていうことを考えたときに、これ自民党方式が一番手っ取り早いんですよ。お金配るっていうね。でもさすがにこれ犯罪ですから、やってるかもしれないですけれどもね、これ犯罪ですからやっちゃいけないと。そう考えたときに、どうやって投票率上げるんですかって言ったら、今言われたように、ネットによる投票、気軽にできるよ、投票所まで行かなくていいっていうことを考えたら、確かに投票率は上がる可能性あると思うんですね。ただ、私が心配している一つは、これだけ汚いことをやりまくってる奴らですよってことなんです。公文書も偽造し、捏造し、で、統計さえもいじって、とかね。で、裏金で猫ババでみたいなこと山ほどやってる奴らが、選挙だけはクリーンにやらせていただきますってありえます？って考えたら、ネットの投票で、これはひょっとしたら、ずるいことさえできる可能性もあるわけですね。だからそこを一番どうしていけばいいのかってことをクリアしなきゃいけないなと思ってます。ネットで投票でみんながいろんなシチュエーションの中でも、どんな状況にあってもみんなネットで投票できるよってことには大賛成です。一方で、ネット選挙による、ネットの投票による何かしら、そういうずるいことを防ぐためにはどうしたらいいかっていうことは、ちょっとみんなで真剣に考えていかなきゃいけないな、そう思ってるところです。ありがとうございます。さあ、次の方どうぞ。国が今進めている新 NISA なんですけども、あれを始めると、国民が、日本がどんどん貧しくなるっていうような情報あるんですけど、これってどう、本当なんでしょうか。新 NISA ということでですね、これ、おそらくあれですよね、いろんな金融商品買うときに、外国のものを買っていったりとかすることによって、日本のお金が海外に流出していくっていうことに、っていうような意味合いですよね、おそらくね。だから、ここに関してはもうちょっと掘り下げが必要になってくると思うんですけれど、この新 NISA っていう部分においての、海外への、お金の流出を止めるためには、国内っていう縛りを入れられたりとか、例えばね、国内企業の何かしら金融商品、日本企業に関わることっていうような限定であるならば、今よりもマシになる可能性があると思います。で、もっと言えば、その、国自身がみんな金融、なん、みんなどうや、生活、
大変なんか？だったら金持ちになりたいんやったら、今よりもちょっとマシにしたいんやったら、株でも買えやっていう政府って私最悪だと思ってます。今そのニーサだったりいろんなものを使いながら、自分の身入りを少しでも増やそうと思ってる方々を非難してるわけじゃないです。それはもうしょうがない。やるしかない。でも一方で国が一生懸命になる先が、日本のこの金融資産を世界にある意味横流ししようとしていると、私はそう考えてるんですよ。そういうようなことは絶対にやっちゃいけない。逆に言ったら国はみんなの所得を上げたいんだったら、給料が上がっていく、所得が上がっていくっていうような社会を作っていかなきゃダメでしょ。ってことは景気を良くするしかないんですよ。今賃上げできてる企業、賃上げできてるって言ってるところなんて、これ利益が増えてないと賃上げなんてなかなかできないわけじゃないですか。じゃあ全体的に景気が良くなるためにはどうしたらいいですかって言ったら、これはみんなに軍資金渡さなきゃダメなんですよ。まずはみんなでお金使ってくれと、使えるお金を増やすわと。だから減税であり、社会保険料の減免であり、他にも悪い物価高収まるまでの給付金であり、そういうようなお金をみんなに出していきながら、みんなに消費をしてもらい、それが社会に回っていくってことで景気が上がって賃上げも可能になっていくっていうステップを踏んでいくしかないんですね。もしくは国が看護、他にも、介護、保育、直接または間接的に国がそこの給料、処遇を変えていけるっていう立場にあるわけだから、公務員ももちろんのこと、給料上がるような社会を作っていくっていうんだったら、まずそっちも上げながらみんなに軍資金を渡していくってことをやらなきゃ話にならないんですよね。ちびちびと金融商品でもお前積み重ねていきながら、ちょっと楽な生活できるように目指したらどうやいう話ですね。無理ですよそんなの。しかもそのお金が海外に流れてるなんてとんでもない泥棒ですね。国を売り渡すものだというふうに思います。すいません、ありがとうございます。さあ続いての方、よろしくお願いします。じゃあすいません、最後の質問させてもらいます。アメリカの大統領選についてお聞きしたいと思います。この後またトランプさん、もしトラということも言われておりますので、もしトランプさんになった場合、日本としてどういった対応、一体どういうことになるのか分かる範囲で教えてください。これもどっちもやばいなって話ですね。本当に。よその国のトップを私たちが選べるわけじゃないので、そこに対してこの人になったら、あの人になったらってなかなか、言えるもんじゃないんですけれど、少なくともトランプさんになった場合に何が、起こるだろうってことを考えたら、トランプさんは以前の任期の途中に、世界に展開している米軍、アメリカの軍隊っていうものに対して、もっと金を出さなきゃ俺たちは撤退するぞってことを言ってるんですよ。これは逆に言えば米軍っていうところのある意味での日本国内の支配っていうところを薄められるチャンスなんですね。残念ながら日本とアメリカっていうのは植民地と宗主国の関係性なんですよ。残念ながら直接的に支配されているように思えないけれども、間接的にバリバリ支配されてるんです。例えば日本の空、誰が権利持ってますか、制空権誰が持ってんですかって考えたときに、これはアメリカなんですよ。東京はもちろんのこと、1都8県9県ぐらいの空は米軍が握ってるんです。沖縄もそうで、米軍が望めばどんな訓練だってできるんですよ。アメリカ国内で禁止されてても、アメリカ国内ではコウモリの生態系に影響を与えるからっていうことだけでオスプレイが飛べなかったりするんですけど、日本国内関係ないんですよ。どれだけ低空飛行しても許されるし、お前の家でできないこと、うちの家でやるのやめてもらえるみたいな話じゃないですか、これって。おかしいでしょ。それだけじゃなくて、やっぱりこれ、米軍が望めばどこにでも日本全国に基地どこでも作れるっていう約束になってるんです。これも吉田茂の時代からの密約でずっと続いてるんですね。で、プーチンさんと安倍さんが27回にわたって会談をした。で、北方領土返してもらおうと思った。一番最後に行き詰まった部分どこですかって考えたときに、プーチンさんから言われた言葉、俺たちが領土を返すってことになったときに、その土地に米軍に基地作らせなよって、それアメリカ側に約束させられるかっていう話になったわけですよ。結果どうなったかって、アメリカには言えなかった。そんなことが言えるわけないやん、そんなんっていう話ですよ。ロシア側にしてみたら、もちろん自分たちの近いところにさらに基地が作られて訓練の区域が広がるってことはリスクと取るわけだから、その約束は果たしてもらわないと領土は返せないってことになったわけですけど、日本側はもうそれで諦めたんですよ。
これって主権国家って言えないんですね。自分たちの国の領土のことを自分たちで決められない、アメリカにお伺いを立てた上でこれは無理だってことで諦めなきゃいけないっていう現実ってことです。北方領土が帰ってこない理由っていうのはそこにあるんですよ。こう考えたときにもうむちゃくちゃですね。そう考えたらこういったことももちろん変えていかなきゃいけないっていうような話なんですけれども、ごめんなさい、もう熱く熱くアメリカと日本の関係喋ってる間に最初の質問何だったかってことがちょっと抜け落ちてしまったんですけれども、一言でトランプさんになったら日本は、あ、トランプさん、そうそうそう、トランプさんやすっかり忘れてたあの人のこと、そうそうそう。でトランプさんはもっと金出さないと撤収するぞっつってるわけだから、逆に言ったらアメリカ軍が全部撤収することなんてありえないんですよ、はっきり言っちゃえば。どうしてかって言ったら、アジアに対して自分たちのプレゼンスっていうか自分たちの睨みを利かしたい、そういう思いがあるから。でやりたい放題だからいつまでも痛い。でその経費の多くを日本側が持ってくれてるわけだから、こんなありがたい存在ないわけですね。でももっと金出さなきゃ撤収するぞっつってるんだったら、私はこれ撤収していただいていいなと思ってるんです。全部という話にはならないから心配しなくていい。全部って話になったとしても、逆にこれは、日本国内において、ちゃんとした外交を進めていく、アジアとのこれまで関係性はアメリカを挟んで、アメリカの睨みっていう部分を気にしながらしか関係性を結んでこれなかったんですよ。例えば北朝鮮からミサイル飛んできてる、安倍政権以降百数十発ロケットとか日本に向けて撃ってるわけじゃないんですよ。けれども途中で落ちちゃうんですね。それが百数十回あるんですよ。その度に日本側は遺憾であると、許されることではないということで、これ抗議してるんですよ。誰に抗議してますかって言ったら、中国に対して抗議してるんです。それごめん伝えといてくれるって話なんですよ。外交せよってことなんですよ。直接のパイプ持てよって。少なくとも例えばですけれども、拉致された方々の家族の方々がいらっしゃって、これ一刻も早く解決を目指さなきゃいけないのに、その抗議するときにもパイプがないっていうような状況をずっとこのまま今までずっと引きずってきたって異常ですよ。本気出せよって、やり取りちゃんとしていけよっていう当たり前のことなんですね。まずトランプさんになった時に何が起こるかって言ったら、また同じように米軍にこのまま見といてほしいんだったらもっと金出せよっていう話になる。だったらごめんそれはいいわっていう話をしていく。徐々にこれは削減されていく、兵員がどんどん、本国に戻っていくっていうような形をやっぱり作っていくっていうのは重要なことなんだろうな、アジアの安定のためには。そういうふうに思います。すいません長くなっちゃって。